1分でわかる手塚治虫の生涯。手塚治虫は、日本の漫画家です。超人的な仕事量で名作を量産。戦後のストーリー漫画を牽引した歴史的巨匠です。大阪府に生まれます。軍需工場での戦争体験が人生観に影響を与えます。大阪帝国大学医学部に入学、新宝島で才能を認められます。医師免許取得、時は層に住みます。ジャングル大帝鉄腕アトムなど、少年漫画の名作を相次いで発表。アトムが日本初のテレビアニメとなります。劇画ブームが到来し、従来の作風から脱却を試みます。ブラックジャックブッダなどを同時連載。ピーク時は11本の掛け持ちをしていました。名作アドルフに次ぐ、ライフワークとして、火の鳥を晩年まで描き続けます。胃がんにより死去、後世に与えた影響は大きいです。手塚治虫の作品は、現在も世界中で読み継がれています。